現像チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。全員金沢アンバサダーの田翔です。今日はハッピーな選手に来てもらいました。どうもこんにちは、背番号8番菅原浩太です。菅原浩太選手です。よろしくお願いします。皆さん知っての通り、いつでしたっけ？7月の5月、俺の誕生日ですね。7月15日の海の日ですね。7月15日の海の日でしたっけ？海の日に出てきましたね、めでたく。赤ちゃんがめでたく生まれました。ありがとうございます。おめでとう。男の子？女の子ですね。2800g の2800g の、はい、小さな、まあ普通平均的な大きさだと思いますね。身長も50cm だったらしい。50cm、 50cm です。体重が 2800kg。まあ、これから僕みたいな体に育つんじゃないかなっていう。のゴリゴリのゴリゴリの感じや重かわいい感じの娘ですね。はい、どうですか最近？もう家には一緒に？そうですね、退院して家にいるんで、まあ夜泣きとかもそんなせず。せず、はい、っていう感じなんで、まあまあ未だにはおとなしい感じの、まあかわいいですね、やっぱり。はい、こんぐらい？自分の子なんで。いや、こんぐらいかな。こんぐらいかな。今こんぐらい、今だいぶちっちゃいです、ね。こんぐらいちょうど手のひら乗るぐらいです、ね。こんぐらいには将来的には、まあなるでしょうね。なるでしょう。なるでしょう。ということで、はいはい。まあ赤ちゃんの話もそこそこに、はい。実は、はい。今週の、はい、日曜日、そうですね。やってくるんです。いよいよやってくる。なんかごめん。石川。1万人が。全員金沢夏祭り1万人チャレンジデーが。1万人が来ますね。はい、はい、やってきます。成功させたいですね。成功させたいです。まあ1万人と言わずね、1万5000、2万人たちといえば、まあ、そこら辺を目指してね、はい、1万やってるんで。そうですね、はい、まあ切りもいいですよね。10戦あ無敗ということで、ね、10戦負けなしなんです、まあ、負けなしということでね、はい、まあ、本当にいい成績でもね、取り返せてるんで、この夏にこの時点でチャラやから、はい、ホームで点が見たいな。そうですよね、僕まだ菅原の、はい、まあ、最近も点取ってないですけど、6点取ってるけどアウェーですね。うん、アウェーなんでね。そうですね、まあ僕自身秋田も相性悪くないんで。お、次秋田で何だ。アウェーの時に2点もらってるんで。いただいた2点いただいてるんで。きっかけ、まあ、きっかけきっかけきっかけが秋田なんでね。まあこれでまた来るって。そうですね、これ気に、まあ、早く2桁とかに行きたいなっていうのはありますけど、すごい熾烈なねポジション争いになってるんで、まあそれがチームにとってはすごい楽しいですね。こっちも、まあいいこと続けば、はい、チームもそれなりにねレベル上がっていくと思うんで、はい、7月28日ぜひ17時、はい、キックオフ。そうですね、2時昼の2時からね、はい、会場してるんで。あ、本当ですか、早いですね、はい、もういろいろイベントも盛りだくさんで。そうですね、はい、なんかビアガーデンあるらしいです、ね、ビアガーデンシートもあって、はい、多国籍の料理も。あ、なんかCPU、そうなんですよね、僕 の、 あの仕事場が、うん、何だし、あの株式会社 CPU なんですけど、 CPU さん、はい、お世話になってる、はい、そのなんかキムさんって方がいらっしゃるんです。キムさんがプルコギをプルコギを出してるらしいんで、プルコギを出してるらしいんで、プルコギ出ます、はい、CPU 株式会社、はい、CPU から食べてみてください。皆さん食べましょう、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、まあ、その他にもね、はい、娘にちなんでね、2800円出てきたんで2万8000円に入ってくれるわ。キリキリいいかなって。入らない、入らない。あ、ダメ、2万8000円無理。2万8000円無理か。でも押し込みます。そうですね、頑張って、はい、まあでもそんぐらい来てくれればね、入れないってくれれば、もうやめてくださいってぐらい、たらスタジアムもね、なんていうか、もっと早く回収してってなるじゃないですか。まあそれがまた僕たちの強みになると思うんでね。はい、JA の近道。そうですね、本当に。ということになるんで、ぜひ皆さん。悪いことじゃないんで、ね、はい、そういうことは絶対プラスにはなるんでね。はい、ぜひ来てほしいなと。7月28日、28日日曜日、ね、はい、はい、待ってます。よろしくお願いします。はい、まあその日では絶対。そうですね、そろそろもう点数となると期待してください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日の現像チャンネルは。背番号8番菅原浩太でした。浩太君でした。ありがとうございます。バイバイ。来てね。